チャー、かかすけです。やっていきます。トマトアドベンチャー。このね、謎解きをね、頑張ってメモを取りながら頑張りました。で、私が考えたのは、一番左が、正直者。正直者なので、持ってないのは持ってない。2番目も正直者なはず。推理は間違ったっぽい。あれ？嘘。じゃあ逆パターンだったのかな。グエーす。すっごい時間かけてやったのに。あ、間違った。最後の最後に。いやー、やっちゃった。すっごい頑張ったのに。じゃあ君が嘘ついてるってことは、君が嘘ついてるってことは、左の人は嘘ついてるから持ってないだよ。違ったんだろう。あ、持ってる持ってないの部分まで考えなかったもんな。だから逆パターンで、あー、そっか、持ってる持ってない部分も考えるべきだったのか。しまったな。頑張ったの。頑張りは水の泡です。はい、もう開けられないんだ。悔しい。あ、こちらも鍵ですね。あ、ここにもいる。あら、また会ってしまったのね。ここにあるジュース部屋の鍵をいただいていくわ。またまたこのロボたちが湧いてよ。本当にスクープを取り損ねないようにね。イエーイスクープ、かわいいな、レレクくん。よし。はい、やっていきましょう。お、いいぞ。4連続ありがたい。そしてミルくんは、早く全体攻撃のやつを使いたいんだけどな。いや、いっぱいありすぎるとね、なかなか使えないっていうのがありますよね。久しぶりに。よし。久しぶりだな、ピラミッド。手裏剣状で、銃で。ドキドキするな。オッケーオッケー。よし。でも、あ、なんか今光ってなかった、そういえば。光ってなかったか。よっしゃ、いよいよ多分真ん中いけるようになるんだろうね。よしよし。オッケー。行きましょう。へい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 、そこのキッズ。ここを通りたいだ。この扉を開ける方法をオラたちが知ってるだ。知りたくば、オラたちを捕まえてみせろ、見ろ。ゲゲ、捕まっただ。ヒントは上でも下でもないだ。これ以上は言えねえだ。え、上でも下でもない。どういうこと？もうちょっと教えてよ。一回やってないけど、勝手にプルってなったのかな。ほら、ここにいるだよー。上でも下でもない。頑張っただ。端から数えるだ。これ以上は言えねえだ。メモした方がいい。上でも下でもない。端から数える。全く意味が分かってないんだけど、数字が出てくるのかな？よ
しよし。ここにいるだよ。この子たちちょっと可愛いですよね。うわっ。うわっ。え？え？大丈夫？あれ？え？どうした？バグった？演出？あ、バグったな、これ。嘘、ずっとセーブしてないよ。まさか。そっかー。はい、ということで、やってきました。元のここですね。消えたりするところ。戻ってきました。捕まっただ。ヒントは上でも下でもないだ。あ、でもここら辺はもう聞いたやつだな。もうちょっとやってたか。手裏剣銃。一応ね、ここら辺の。ここら辺のね、レレクくんのギミック7は一応クリアしています。ここにいるだよー。こんにちは。これの次だよ。次が上と下出まくる人、多分。話しかけるの早すぎたんだろうな、多分さっき。うん、オッケー。すごいのが溜まったぞ。使っちゃおうかな。君だよ、きっと。消えるんでしょ。消えない？ほら。よし、来た。よかったー。ラッキーな数字だ。これ以上は言わねえだ。7だな。そういえば今までのヒント聞いてなかったな。あ、使って、敵全体攻撃ちょっと怖いな。できるかな。3、4、5、6、7。OK。よかった。簡単なやつで。よしよし。扉を開けるスイッチはこの金庫のどこかにあるだ。探してみるだ。キキキ。7ね。見たな。え、上でも下でもない。あ、真ん中の7番目かな。左から数えるとか言ってたっけ。あ、全体攻撃のあれすればよかった。あ、たまるなぁ。すごいね。尻尾ブンブンで確実にダメよ。うん、次使っちゃおう。あ、2つ溜まったならもう2つ目の方やってみようかね、試しに。なかなか溜められることないし。うん、なのは1、2、3、4、5、6、7。怪しいスイッチを発見した。押してみますか？押してみる。扉が開いたぞ。よし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 。ついに進める。うわー。えいへいへいへい、そこのキッズ。前の部屋をクリアするとはなかなかやるだ。でもここはそう簡単に行かないだ。この先に進みたいなら、オラたちを捕まえてみろー。はーい。ちょっと待って。こまめなセーブね。君は？こんにちは。床に書かれた金庫だ。これ以上は言えないだ。床に書かれた金庫。床に書かれた金庫なんてないよ。すごいの何？二人とも3ターンの間無敵になる。やっぱり攻撃の方がいいな。でも今回はちょっと使いたくないけど怖いな。失敗しそうで。慎重にゆっくりね。床に書かれた金庫。あれ？あ、ここにいるだよ。え、いけないよそれ。うん、捕まった。床金庫の先。床に書かれた金庫、床金庫の先。あ、書かれ
ってるだけの金庫があるの。ひょっとしてぶつからない？すごいの使っちゃおう。これは敵を全体を攻撃しアイテムをゲット。はい、かっこいいじゃん忍者。あ、シャクシャクシャクシャ、あ、なんか気持ちいい、かわいい。デレック、え大丈夫？なんかあれ、デミル君なんか状態異常になるやつじゃない？OK、スピードベンチ近くに一個手に入れてなかったかもしれない。うん、2個に書かれた金庫の先みたいなこと言ったね。あ、ここか、なるほど。はい、捕まった。真ん中を探せ。はーい、真ん中ね。2段の真ん中のどっちかだな。ヒミック行きましょう。中堅銃、じゃあハリネズミ花火で行こうかな。なくしてもいいや。ここだ全然違う。ハリネズミ花火はもう7でいいかなって思って。扉のスイッチだけじゃないだ、これアイテムがあるんだな。真ん中見たな。しまった、アイテムもあるんだな、きっと。え、なんでさ、いつも一番最後に左に出てくるのを見逃すんだね。何も入ってない。はい、怪しいスイッチを発見した。押してみますか？押してみる。はーい。まあ、アイテムとかあるんだろうけど。いいかな、私は。先にさえ進めれば。お、これはセーブしよう。オッケー。あ、追い詰めたぞ。よくここまで来れたわね。そう、ここが特製ジュースのジュース倉庫よ。それじゃあ、約束のスクープ写真撮らせろ。ほんとよ。仕方ないわね。ちょっとだけ。ちょこっとだけ付き合ってあげるわ。私も暇じゃないんだから、あまり時間をかけないでよ。スクープ1、特製ジュースを狙うベリー。スクープ2、ジュースを味見してるベリー。本当に協力してくれてる。スクープ3、ジュースを盗んで満足なベリー。ありがとう。そうそう、最後にさ、小倉新聞の特派員をボコボコにして笑うベリーっていう写真を撮ってみてよ。あー、やっぱ来たか。よーし、ついにベリーさんとの戦いだぞ。どんな見た目なのか。あ、そんな感じだったのね。ずっと絵じゃ、さっきの絵じゃよくわかんなかったから気になってたんだ。すごいの貯めればよかったな。強奪トパーだって。10トパー奪われた。まずいな、レレック君以外の子に変えようと思ってたのに忘れてた。手裏剣銃で。はい、ベリー、周りそんな強くないから、放置しとこうかな。うん。いやー、デミル君にも全体攻撃、今、カミカミできないんだよね。顔ケンケンで。よし、オッケー。メリーさん、かわいいね。猫ちゃんだね。目はメガネなのかな？キャットクロー。光達とか、あ、それはやめてほしいな。キャッツアイが元なのかな？ネズミ花火で。ここに出た、最後。次は見逃さないぞ。よしよし。118。あれ？弱ーい。出てくるレベルアップ。やったね。スピードボルト。弱ーい。負けちゃった。スクープ4。ベリーの負け。やったね。ねえねえ、せっかくだからこのトマトジュースを飲んでみない？僕はトマトが嫌いなんだけど。大丈夫。特製のトマトジュースだから。ごくごく。うまいうまい。喉越しすっきり。さすが一年もの。どうかな、デミルくん。ごく。ん？
トジュースって美味しいんだ。あら、これドロッパーズじゃなくなった。あ、あららららら、全部飲んじゃったじゃん。あ、でもなんだか眠くなってきたぞ。あ、なんだか私もしてやられたな。僕も眠いです。もしかしてこれはやられた。うふふふふ。デミル、デミル、デミル、起きて起きて。あれ、ここは確かトマトジュースを飲んだら急に眠くなって、あのトマトジュースにぐっすりエキスが入ってたんだ。もちろんベリーの仕業だよ。私たちのせいにされるんじゃない、これ。あ、ない、契約金がなくなってる。ベリー盗まれたんだ。あいつは本当に抜け目がない。くそー、もうがっかり。怒るよりも悲しみ。ん？編集長からだ。ちょっと待っててくれよっ。はいはい、うんうん、おうおう、うんうん、そうですか。スクープおめでとう。約束通り編集中が総衛星に案内してくれるぜ。大至急ソイテレビの屋上に集合だそうだ。ソイテレビの屋上？まあとにかくソイテレビに行ってみようぜ。はーい、ソイテレビね。ここは銀行だよね。ソイテレビってどこだったっけ？これで行けばいいのかな？次はビジターセンター前。ソイテレビってどこだ？もう一回乗ればいいかな。あ、契約金は仕方なかったってことでってなるのかな。いつか返してもらえるかな。あれ、警察前。テレビってどこだったっけ。銀行に戻っちゃうかな。あ、銀行前。そっか、まあじゃあ歩いて帰りましょうかね。よし、でメンバーを変えますと、仲間デミルくんと、レベル低いソフビーにしよう。レリックは全体攻撃というかギミックがあと2つ増えてからまた連れて行きましょうか。特に行けるところなかったっけ、カニ。はい、ビジターセンター前。ビジターセンターから行こうかね。これからどうなるんだろう。てかジュース飲んだのは良かったのかな。モグラ新聞読めば、あ、うん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 、オフィスはもういいんだけど、ビジターセンター、うん、ようこそと言われても。あ、ここテレビ？あ、違う、これもうどこがどこやら。モグラ新聞読んだ？うん、これはいいとして、いやー、あー、当たっちゃった。走り屋にやられた。はい、ソフビーくんは久しぶりだな。ピラメッド。あ、よかったよかったよかった。全然見てなかったけど、なんとなくで言ってた。はいはい。骨シャワー。骨シャワーって、やだな。骨しょうかけられてるみたいな。サンレーザーかな。ソフビーさん、毒ってるな。倒せるかな。オッケー、レベルアップ、いいぞ。マッハアップル、そういえば全然使ってなかったアイテム。レンダ電池。レンダ電池。スピード電池は、シリケンジにしよう。
フィードベンチ、シー選手。スピードで1、スピードボールと、スリケン銃がどんどん強くなっていく。ウェルパンツはいいかな。よし、行こうか。テレビ局どこだろう。なんか街っぽいところに繋がってるところありましたよね。あ、ここら辺かな。これホテルだ。一回泊まろう。はーい。お願いしまーす。よし。体力回復。ここら辺かな？テレビ。これは、マンション。そこはお店だっての気がするな。テレビ局ではなく。カミカミ行きましょう。基地の時に止める。あー、今日だ。しまった。でも、多分倒せるでしょう。このくらいなら。オッケー。お店だったような気がする。あれ、テレビ？というデパートだよね。うん、必要ありません。うん、ソイウェイはソイシティに張り巡らされたとても便利な高速道路なのよ。あれ、どこだっけ、ソイテレビ。そう、こっから右かな。警察か。警察ではないんだよな。地下鉄。うわー、地図が欲しい。ここはいいんでしょ。地下鉄、やっぱ地下鉄で、警察はここでしょ。銀行は OK。銀行ではなく、テレビ局ってどこだ？はい。ビジターセンター、あ、でもビジターセンターはさっきのところだね。あれ？迷った。かな。ここビジターセンターのここに上がるんでしょ。え、テレビ局なんてあったっけ。テレビ局なんてあった。銀行周り、いや、銀行周りなんかあるかな。なかったと思うけどね。うん、警察が最初のところですよね。よいしょ。はい、銀行前です。オッケー。で、銀行前。あ、やっぱなんもないよね、銀行前は。あれ？うん。貯金ですか？いらっしゃい。いやー、困ったぞ、これは。こっちから乗ることはできないよね。あー、自力で探さないといけないのか。下、右の方になんかあったような気もするんだよね、高速の。そっちの方かな？よし。いや、なんもない。よいしょ。うん。こっち？あ、ここだ、あったー。あれ？屋上に見たことあるような円盤が墜落しているぞ。ん？なんだっけあれ。見たことあるような円盤。ブリッキとゴリッキのあれかな。
ようこそナンバーワンチャンネルのソイテレビでございます。本日は円盤墜落記念親指チャンピオン開催中これに出場すれば屋上に行けますよ。親指チャンピオンって何？ここは特別番組親指チャンピオンの受付です。この番組に出場する？するする。それではスタジオにお入りください。こんばんは、親指チャンピオンの時間がやってまいりました。素早い連打でトップを狙え。勝つも負けるも親指次第。そういうの。早速今夜の挑戦者をご紹介いたしましょう。第1のコース、ナンプラ郡からお越しのナンスさん。職業はミュージシャン、趣味は盆栽だそうですだから懐かしいな、ナンプラ郡のこの見た目の人、微笑ましい。第2のコース、こぼれ村からお越しのデミルくん。イエーイ。職業は冒険家、趣味は連打だそうです。そうなの、趣味連打だったの。あ、よかったよかった、湧いているぞ。第3のコース、マヨネンランドからお越しのエノキン博士じゃん、ヤッホー。職業は研究家、あ、ミュージシャン、あの人ミュージシャンの人か、トップミュージシャン的だった人か、あの人。趣味はサーフィンだそうです。あ、サーフィンだったんだ、趣味。そうだ、愛しいモゲハを聞いてたあの人だっけ。以上の3人によって争われます、親指チャンピオン。まずはルールの説明をします。A ボタンを連打して上に一番早くついた人が親指チャンピオン。チャンピオン目指して頑張って A ボタンを連打してください。この左右のカメラについてこられなくなったら失格です。わぁ、いやぁ、十字キー左右連打だったら負けないのにな。頑張って遅れないように。以上です。それでは、おっと、ここでデミル君のゴンドラが連弾のしすぎで暴走。これは意外な展開です。ああ、きつー。あ、やっぱこの二人の円盤だったか。ゴゴリッチさん、あなたがよそ見をしているからです。ひどいもん、ひどい。ゴリ、そっちこそ居眠りしてたゴリ。むかー、どうしていつも人のせいにするんですか。そちらこそだね。それはこっちのセリフ。俺の真似ばかりするな、ゴリ。ヤッホー、二人さん。びっくりよね。ヤッホー。あー、びっくりした。あれ、ここが屋上かな。あ、どこかで見た円満だと思ったら、こりゃちょうどいいや。円盤をスクープさせてもらうよ。大浦新聞に君たちの写真を載せるからよろしく。なあ、なんですって、こんな格好悪いのはダメです。そう、ゴリ、モングラ新聞は我々の敵、許さないゴリ。ブリッキさん、ここはまたいつもの手で行くゴリ。もちろんです。またしても二人の息が合いましたね。フュージョン。次はどんなになるかな。肩車じゃん、ただの。怪しい薬飲んでる。わっ、回復か、効く効く。ハミカミ行こっかね。あ、よし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 、全体攻撃でとりあえずやっていこう。132、素晴らしい。3レード、生ズメザマ式。オッケー、レベル7でやってるか、私これ。ダメなの、出て呼んだのダメなの。フリゴリーの仇、嘘、ゴリゴリエルフ、あ、ソフビーばっかり。神々来ます。
よし来たー、オッケー。カミカミ来てるよ。強い。よし、片方でいいぞ。じゃあ、サイクリング法で俺らし。あー、これね。跳ね返る。うん。サイクリングの方はね、ちょっと気を使って疲れるんです。ブーブーガス、うわ、ソフビばっかり。じゃあ顔剣尻尾ブンブンでいこうか。負けない、これなら絶対に失敗しない。普通に十字キーじゃないとダメだったら絶対無理なやつだけどね。よし、やられちゃいましたよ、モリキさん。弱い弱い。デミラレベルが上がった。ドキドキボルトをゲット。相変わらず生ちょろいですね。今日はこれくらいにしておいてあげましょう。お前らを相手にしている暇はないゴリ。このぐらいで済んでラッキーだと思えゴリ。あれ、連番はいいの？そのまんまで。やったね。あ、どうも。君が戦ってる間、円盤を修理していたのだ。それでは約束通り、シャラップの遅い衛星まで案内しよう。やったー。この人の声忘れたな。やった、ありがとうございます。わあ、宇宙だわ。お星様がこんなにたくさん。ちょっとお星様に触ってみようかしら。あ、大丈夫？そんなことして。わ、こら、窓を開けるんじゃない。あ、やばいぞ、それ。宇宙空間でそんな窓を開けたらまずいことになるぞ。飛んでくぞ。あ、よかったよかった。さあ、ソイ衛星に到着したぞ。スーパーキッズのシャラプはこの衛星のどこかにいるはず。頑張りたまえ。幸運を祈る。よし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 。これはダンジョンですかね。あー、進みました、ちゃんと。ではでは、今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。